めて！やめて！お願い！なあ、心なしか阿波の味。何事だ。もうこの足跡、奴ら民に何をした。見えないのか。知ってるんだぞ。もうこの小屋、民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。この染め、蒙古のものなのか。これは勘どこ、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サランボルダンジャラの橋で仲間を鼓舞しておる。苦しみおって、正体を突き止めねばな。
集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か？あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。いつでも立てますぜ。坂井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。境砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。
事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。Thank you.